あ、アリサ、クローリーです。ハルクリスです。今日はよろしくね、アリサちゃん。はい。よろしくお願いします。何か変でしょうか。え？変？なんで？いえ、その、さっきからニコニコしていらっしゃいますから。あ、そう？でも別に変だからってわけじゃないよ。そうなのですか。では、なぜ？まさか他の作品の魔女さんに会えるなんて思わなくてウキウキで。というか、空の作り方では魔法使いが私くらいしか出ないしね。だから、魔法について話せる人が少ないんだよね。あ、もちろん詳しい人もいるにはいるけれど。そうなのですか。それにそれに、他の世界の魔法についてもすっごく興味あるし、こっちでは存在しない魔法だったり術式だったりで。ごめんね、なんか私だけ喋ってて。いえ別に。ねえ、もしかして具合とか悪いのかな。なんだか元気ないような気がするけれど。特にそういうわけでは。大丈夫です。そう、それならいいんだけど。ははい。アリサちゃんはどうして立派な魔女になろうとしたの？え？あ、もしかしてそっちでは普通のことなのかな。こっちでは魔女とか魔法使いになるっていうのは珍しいから、つい。あ、それはその昔、私はある人に助けてもらいまして、それで恩返しすることを約束して。恩返し？はい、その方の息子さんの大嫁さんになってって言われて。それはもしかしてユキトさんのことかな。はい。おお、それはロマンチックだね。小さな頃の約束のためか。いいな、甘酸っぱいな。甘酸っぱい？そんな話を聞いたらもう応援するしかないよね。アリサちゃん、お互いに頑張りましょう。え、はい、ありがとうございます。うん、他の人たちにも頑張ってほしいけれど、私はアリサちゃん推しだよ。それなら、ハルさんは、どうして、魔女になろうとしてるんですか？え？私ですか？母の影響というか、母みたいになりたいというか。母は、魔法のお医者さんみたいな仕事をしていて、私も母みたいに困っている人を助けられたらなって。なるほどです。立派だと
思います。本当？はい。それに私たち少し似てる。え、似てる？はい。私も困っている人を助けたいから。あ、でもすみません。私みたいなジメジメしているのと似てるだなんて。謝る必要なんてないよ。それにそう言ってくれて嬉しいな。嬉しい？うん、同じような目的を持って頑張ってる人がいたんだって分かったんだもの。だから嬉しいの。実はさっきの話はあんまり他の人にはしたことがないんだよね。なんだか恥ずかしくて。わかります。夢の動機を話すのはとても勇気がいりますから。だよね。となるとお互いに夢をさらけ出した私たちはソウルメイトって感じだね。ソウルメイトですか？そう、ソウルメイトだよ。というわけで、お近づきの印にこれをどうぞ。これは何ですか？ハルクリス特製の栄養ドリンク。ナオカで市販されている栄養ドリンクの効能を魔法で強化してみたんだ。強化、いろいろとまずい感じがしますが。なんかアリサちゃん目の下にクマがあったり、顔色も悪いから疲れてるのかなって。ありがとうございます。ハルさんはこういう魔法が得意なんですか？得意なのかな。先生からは失敗続きで怒られるけれど。失敗というと、例えば？強化したポットが熱湯しか出なくなったり、改造した原付が有機物だらけになったり。大丈夫だよ。その栄養ドリンクは問題ないから。カズハちゃんに飲んでもらったら効果抜群だったし。効果抜群とは具体的には？カズハちゃん曰く2日間眠気も疲れも感じなかったよ。だからもっともっとドリンクをちょうだい。だって、それでこの前は1本じゃなくて2本あげたんだ。その時も効果は抜群だったよ。やはりいろいろまずいのでは。え、まずいのかな。明らかに依存性が出ている気がします。違法薬物みたいです。まさかって本当に？はい。以前そういう魔法由来の薬物についての記述を見たことがあります。依存性が強くて、耐性もあって、危険です。なんてことだ。早く解毒しないと、その方も危ないかも。どうしよう。友達を薬物中毒者にしちゃった。大丈
夫です。解毒剤の開発のお手伝いをしますから。本当？いいの？はい、ソウルメイトですから。ふっふい。おー、アリサちゃん、心の友よ。じゃあ自己紹介は後にして、急ごう、こっちだよ。はい。